広島県警は来月5日付で森本義幸本部長が警視庁副総監となる人事を発表しました。森本本部長は去年5月に開かれた G7 サミットで警備の指揮を取るなどしました。後任の本部長は警察庁の乗金拓司外事課長が務めます。